山田が待ってるぞ。パスを一旦送って自分でもらう。シュートに行けた。さあ入った。シュート決めた。先制は最後はやはり山田、9番の山田。なんと山田準決勝から引き続き2試合連続送る。チャンスですね。さあチャンス、持ち続きボールを切るか。抜け出して加藤がシュート入った。決めた。同点。9番の加藤。さあ持ち続き、持ち続きだよ、持ち続き、持ち続き、シュート、ふわっと浮かした、入った、決まった。安の宝、いや、日本の宝。これも素晴らしいパスです。加藤につなぐ。加藤どうしたい勝負。加藤中、キャプテンだ。3対1。さあ1年生中山、ゴール前に上げる。落としたところ、シュートだ。シュート、7番の山本のシュート。これも決定的チャンス。松原君もこの試合乗ってますね。ちょっと奪える。ボールを早く奪って自分たちに入れる。さあ山口、山口、山口、シュート決めた。変わらなかった。変わって入った。3年生山口、チームに活を与える貴重なゴールを決めました。さあ早く上がったい。小川キャプテン、つながる。ゴール前、まだつなぐ。最後シュートはオーバーヘッドを見せた。ここで、ここでゲームは終わりました。ここでゲームは終わりました。3対2、安高校が逃げ切りました。なんとこれで王者安は6年連続6連覇を達成。
中村からいいパス、田畑シュートだー、ゴール決まったー、先制点は安、手元の時計で前半の22分、残り前に送ります、つないで高野から前線送る、さあチャンスになる、山本が、さあ山本シュートだ、決まったー、さあエースの山本蹴る、速いボールゴール前、決まったー、さあ9番太田、チャンスだ、太田ドリブル、エリア中に入る、太田シュートだー、どうだ、かき出した、
ザ抜け出した、江口中にはゴール、決まった。節目となる10回目の優勝。今日1本目のコーナーキック、注目して見ていきましょう。巻いてくるボール、いや、さあ、しかし、おっと、そのシュート、思い切ったシュート。さあここは近江が、岡崎が一人で突破して牧山だ。コーナーキックです。いやー、今一つ大きなビッグシーン作りました。そうですね、シングルにやっぱり前個人技からなんですけど、前へ前へ出ていく中で前向きの選手をどんどん使えていけているので、エネルギーが攻撃に伝わりやすい、シンプルですけど素晴らしい攻撃です。さあ、そして草地東は2枚の交代カードをこの後半頭から切ってきました。6番の竹畑、そして12番の上野が入っています。直接来た、近江ゴールキーパー土屋、またも防いだ。いや、素晴らしいプレーがまた出ました。セリングシュートは、ここは最後ゴールキーパーの谷口が抑えた。後ろに流して栗山、前を向けるか、12番の上野だ、ゴールわずか左。しかし代わって入ったこの上野が熱々としたプレーを見せています。さあ、アディショナルタイムは2分です。後半の40分が経過しました。このまま0対0のままですと延長戦ということになります。アディショナルタイム2分を経過しています。中へ上げてくる渡辺壮太のヘディングシュート、ポストを叩いた、まだある、シュート決まった。滋賀県予選の決勝でも対戦した両校、その時は草津東が1対0で綾葉を破っています。40歳です。ロングスローが入ってくる、シュート決まった。先制点は綾葉高校、9番の広瀬優希、嬉しい嬉しい、今大会初得点です。綾葉は5年ぶり2回目の優勝に向けて、ここが勝負の守りどころ。両校の応援席から必勝、決まった。なんというドラマだ。そして決めたのは11番の森です。アディショナルタイム、あまりにも劇的。そうですね、はい、さあ18番の渡辺にボールが当たるか、抜け出した6番小坂のシュート、決まった。中盤後半の勢いそのままに、綾葉は最後の反撃攻撃を試みます。14番の小西、飛び込んでいきました。ゴールキーパー、ここまで草津東キャプテンとしてチームを引っ張ってきた加藤のキック、そして試合終了の長いホイッスル、綾葉相手に見事な逆転勝利、2年連続節目の10回目の優勝です。
今両校の選手たちが入場してきました。さあ14番ドリブラーの池田海人が一人かわしてクロスを上げ切ることができるか。またかわした池田のドリブル、シュート、決まった。9番渡辺に合うか、外にボールが流れている、決まった、同点ゴール、10番の小坂井新太。さあ抜け出した草津東のシュート、最後決めたのは6番の四つ本俊輝。草津東鮮やかな逆転劇。ペナルティースポット奥まで飛んできています。渡辺が競っていきました。おっと抜け出した10番小坂井、小坂井のシュート。